日本キリスト教団安中協会は、元日本キリスト組合協会の教会で、現在は日本キリスト教団の教会。新島城記念街道。1878年3月30日に安中協会で最初に洗礼を受けた人々1864年7月、新島城は函館から海外脱出し、アメリカでキリスト教に入信して、ボストンの教会で、 三種礼を受けた。新島は、キリスト教主義学校設立のために、1874年に帰国した。帰国した新島は、最初に、新島の父母が住む上州安中に赴き伝道を行った。新島は3週間の滞在中、犯行、増資官と竜マサジを会場に、キリスト教を抗議した。その集会で30人の求道者が出て、日曜日ごとに、 聖書研究会が行われた。その中心的存在が、ちぎ、よしまさん、ゆうあさ森本重則であった。日本キリスト組合協会のエビナ団長の協力があり、八百七十八年三月三十日に、男子十六名、女子十四名の三十名が、新島城より洗礼を受け、安中教会が設立された。エビナ団長が仮牧師になり、ちぎ寮ょ ユアサ、森本の三人が初代出事になった。安中教協会は群馬県最初の伝道の拠点となった。安中教協会は最初から自給協会として出発した。それはユアサの献金が重要な支柱になっていた。1879年12月1日にエビナが正式に牧師に就任する。エビナを支えたのはユアサの財力であった。 1880年頃から、岩紗らの平身と伝道により伝道が拡大した。その結果、安中教会は1882年以降は氏族に代わって、豪農不詳によって担われていくようになる。1884年には、同志社を退学して、小学校校長をしていた柏木義園が、エビナより洗礼を受ける。柏木は、同志社に復学し、新島に訓導を受ける。 1897年に同志社を卒業し、新島の信頼を受けた柏木が牧師に就任する。柏木は1898年より、抗議協会月報を創刊し、安中協会の牧師を務めながら1935年に引退するまで、足尾鉱毒事件、廃傷運動、未解放部落問題、朝鮮人虐殺問題など、地域伝道と政治、 社会批判運動を活発に展開した。この活動を支えたのも、湯浅であった。新島城の商店30周年を記念して、古橋龍太郎の設計により1919 19年に完成。東正面のロマネスク様式の街道で、大谷石による石像。東南の隅に、角形の小塔を立て、外壁には控え壁をつけている。内部は、単道で、天井は、 板張り中央部分をボールト風の半円形にして三老式の扱いにしている。両脇には、コンポジット式の茨城さんの大理石製円柱が立つ。2004年11月に登録有形文化財に登録された。この女子のうちの一人が、内村肝蔵の最初の妻、浅田竹であった。日本、キリスト教団安中教会教会同文化遺産音、ライン。 文化 n e a c j p 2 0 1 8年11月14日閲覧安中市日本キリスト教団安中教協会観光スポット安中市 w w w c i t y a n a k a l g j p 2 0 1 8年11月14日閲覧安中市ホームページありがとうございます